最近みんなが私を避けている気がする。いいえ、パレードが終わったら素直にみんなに聞いてみ。誕生日、この特別な日には素敵なフロート車と美味しいキャンディーがある。そしてお待たせしました、我が女神。私の騎士よ、出発。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、ナヒーダの誕生日は今日なのだと。花の騎士や従者が彼女を見つけた。神よ、やっと見つけました。皆お会いできるのを楽しみにしています。過信探祭が幕を開け、人々は彼女を囲んで楽しく踊る。あれあれはパチサラか。花の騎士と従者は彼女のためにサプライズを用意した。甘いキャンディーが彼女の周りで花火のようにはじけた。行くぞ、3、2、1。花車がカラフルな鳥にぶつかると七色の喜びが舞った。実は私からもサプライズがあるのよ。出てきて。花車が揺らぎ、ナヒーダは目を開ける。そして言う、こんなに素敵なお祭りは初めてだと。全てがまるで夢のようだと。誕生日サプライズが。乾杯！やはりわしの目に狂いはなかった。カーベ、お前は建築の天才じゃな。先輩、飲みすぎですよ。キャンディータワーがフロート車にぶつかったのを見てからファルザン先輩はずっと興奮してるんだ。実はさっきから何杯も飲んでるんだ。それくらいいいじゃないか。せっかくの祭りなんだから思い切って。そういえばキャンディス、楽器うますぎだろ。どうして普段。ありがとうございます。大抵は夜に見張りの仕事が落ち着いた時、星が羨ましいな。でもお祭りの注目ポイントは私の演奏などではなく、ニーローさんの。急にそんな。なるほど、ウジャとの目は研究のために貸してあげようか。いや、いい。そういった品は歴史を示すものに過ぎない。へえ、君なら珍しがるかと思ったけど。一目見るにはもうちょっと。もし宝石の。そういえばいい質。
もし本当に、はあ、いや、ただそうしてくれれば。聞いたぽ。報告書。リマインドといえば。そうかい。僕今こそ七星子。コレイが呼んでるみたいだから先に失礼するよ。はあ。みんな楽しそうだね。ええ、一緒。宗神様の命は長いものですのに、今結論を出すのは早すぎませんか？そんなことないわ。その瞬間に、ああ、これは絶対に忘れられない思い出になるって分かることはある。あなたはソルシュというのね。それは、お気持ちだけありがたく。そうなの？はい、私もそう思います。あ、ほん、そう考える。特にナヒーダ気に入ってくれてよ。それでアランサカに会った時、あんな。でもスメールのみんなは、あ、夢ね。ナヒーダ？いいえ。でもどうすれば。はいはい、みんな集まってくれ。左側の人たち、もうちょっとよ。わし、うう、シロフラ。なるほど。写真、そんなことを経験したことはないけど。あ、このし、カーベも来た。ああ、ちょっとタイマーを設置するから。よし。3、2、1。誕生日おめでとう。